川尻達也だ。はい、こんにちは。これですね、ライト級八木選手対朝倉選手。 MMA って三段論法全く当てにならないんですけど、グスタポ選手を軸にちょっと比べてみると、グスタポ選手の打撃に対して結構下がっちゃってた八木選手に対してしっかり対処できてた朝倉選手っていう言い方があるんで、まあその辺打撃の精度に関しては僕は朝倉選手の方が上だと思います。ですがキャリアとか経験の差、体格の差で八木選手が勝ってると思うんで、もうこの試合は八木選手の戦略次第だと思います。仮に八木選手が激しい試合、お客さんが沸くような試合を望んで打ち合いとか打撃の試合に終始するんであれば、僕は打撃の精度の高い朝倉選手が有利かなと思います。逆に、八木選手が勝ちに徹してしっかり組んで上にいてテイクダウンして上から勝負することができれば、そこに勝ちに徹すれば体重差、体格差もあるんで、そういう展開になれば八木選手が有利かなと思っています。以上です。ズバリ勝敗予想お願いします。これがね、難しいですね。いや、僕は八木選手前回も敗戦して勝ちが欲しいところだと思うんで、勝ちに徹すると思います。テイクダウンして抑え込んで八木選手の勝利だと思います。